皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回は大胸筋のトレーニング、積みすましデクラインベンチプレスをご紹介したいと思います。まあ、積みすましでやるベンチプレスのバリエーションの一つなんですけども、デクライン、頭を下げた姿勢でスミスマシンのベンチプレスを行うことで、大胸筋の下部ですね、下の方を重点的に刺激することができますので、こう大胸筋の、ね、輪郭を作ったりとか、正面から見た時のこう迫力を出したりするのに非常に、ね、効果的な種目ですので、ぜひぜひ試してみてください。やり方なんですけども、まずね、セッティングなんですが、こういう感じでインクラインベンチをスミスマシンに置きます。でこれじゃあインクラインベンチじゃんって思うかもしれないんですけども、実はこのインクラインのこっち側に頭が来ます。足がこっちに来るんで、こういう形、頭が下になってデクラインベンチができるというふうになってます。ちょっとね、首が窮屈かもしれないですけども、これがね、まあ、一番手っ取り早いかなと思いますので、この方法をご紹介させていただきます。大体まあインクラインベンチの角度は30度ぐらい、30度から45度ぐらいでいいかなと思います。で、インクラインに設定したベンチに、こういう感じでですね、ちょうど座ってね、お尻が来る位置にこう頭が来るように寝ていただいて、あとはもう普通にね、ベンチプレスやるだけです。下ろしてあげて、下ろしてあげて、下ろす位置としてはこの溝落ちあたり、まあ肋骨のね、一番下あたりにこう下ろしてくるのがおすすめです。だいぶ下の方に下ろすことになりますけども、こうすることで、肩の怪我を防ぎながら大胸筋の下部を鍛えることができます。はい、今回はですね、スミスマシンを使ったデクラインベンチプレスご紹介させていただきました。大胸筋のね、種目、とってもおすすめのトレーニングですので、ぜひぜひ試してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。